お互いのランキングを当てようゲーム。私たちは事前にそれぞれベスト3形式のアンケートに回答しています、はい、そのアンケート結果のランキングの2つを参考にして、うん、残りの1つを自分以外の2人に、うん、そういうことね、あ、予想してもらうコーナーです。キャンが分かってなかったそれだね2つって 2位とか1位2位とかってことを参考にしてってことね、うん、何かと思って、だってこれ久々すぎるもんね、ちょっとこれ10月ぶりだってこれ、うん、3ヶ月ぶりらしい、新しいゲームかなってちょっと思ってましたね、うん、違う、はい、やったことある、やったことある、アンケートも答えてました、うん、じゃあとりあえずもうやってみましょう、オッケー、はい、頑張ろう、やろうやろう、はい、ということで最初の問題はシュカー、オッケー、出してください、はい、この間突拍子もなかったからなそうだったっけ、うん、突拍子なかったよ、オッケー、質問です、あ、質問じゃないクイズです。なんか最近みんな質問ですって言うんだよね。好きな食べ物ベスト3の1位を答えてください。結構わかりやすくない、わかるよ、もう 言わなくてもわかりやすくない、ほんとに、うん、3位と2位言わなって大丈夫、あ、じゃあ言って言って言って、言って一応言うよ、うん、3位はピザ、はい、ごめんね、笑っちゃいけない、あ、バカにしてんのか、いや、まんまシュカー、子供だから、いや子供なんだ、2位はハンバーグ、ポテト、あれ違うよ、これ、あ、でもハンバーグだもん、ハンバーグ、あ、でもハンバーグだ、ハンバーグだね、私ポテトだと思ってたわ、ハンバーグだよ、ハンバーグだ、ハンバーグ、ハンバーグ、あんま私の顔見ないで、うん、はい、ハンバーグです、バレちゃうから、はい、回答は、本当にそれでいいの、うん、私たちの、いや、ハンバーグしよう、あ、待って、でもチーズインかも、あ、え、待って、そこ行く、え、チーズイン、あんま顔見ないで、え、チーズインかもしれない、いや、チーズインっぽいな、だってさ、チーズインだよ絶対これ、だって絶対書くとしたらそうやって書くと思う、チーズインヘベギーえーって、そうしよう、そうしよう、それです、じゃあ私たちの回答はチーズインハンバーグ、正解、やんだー、え、しかもチーズイン、マジでチーズイン、マジでチーズインハンバーグ、ほら、ナイスナイス、いやでもこれ速攻ね、わかると思ったもん、そりゃそうだわ、うちら何年一緒にいると思ってんだよ、ハンバーグいいね、ちょっといいね、いや、何が言いたいんですか、いや、何が言いたいんですか、